本日は、ユンカース JU88A4 を作成したいと思います。144分の1スケールか、このチャンネルで初めて作るスケールだな。前々からおすすめされていましたが、今回、ようやく作ることとなりました。中身は至ってシンプルにできてます。複雑な構造は、なさそうだが、当然、それぞれの部品が小さめだ。細かな作業を要求される可能性が高いですね。コックピット内部の構造もありませんので、早速機体を組み立てていきましょう。水平尾翼を差し込んで、胴体を貼り合わせるんだな。主翼は、ギア格納庫内を塗装する必要があります。一応、そういう内部の作業もあったんだな。ある程度、内部になるだろう部分を塗装したら、エンジンポット部分を接着します。最後の仕上がりに影響しそうだから、丁寧に作っておきたいところだな。部品の段差を埋めるのに、結構、パテを盛りましたから、サーフェイサーで、表面の仕上がりを確認したいと思います。サーフェイサーも筆塗りだな。無論です。そして、主翼を胴体に据え付けます。ここら辺の取り付け角度なんかは、問題なさそうだな。結構、しっかりした作りになってます。それでは、早速塗装を始めたいと思います。機体上面は、2色の構成だな。まず、明るい方の緑から塗装します。ミスターカラーの17番、RLM71 ダークグリーンだな。と、その前にしておかねばならないことを忘れていました。トツモールドの修復だな。合わせ目消しの削りで、壮大に削ったことを忘れていました。そして、機体下面色を塗装します。機体上面のもう一色は、後回しか。はい。それは一色目完了後に、マスキングをした上で塗りたいと思います。1回目の塗装の結果です。緑の上に緑系を塗っているから、ムラが目立ちにくいな。とはいえ、5倍希釈の塗料ですから、入念な塗り重ねが必要です。画面を見れば一目瞭然かと思います。確かに、まだまだこれから感がすごいな。それでは、2回目の塗装に取り掛かりましょう。よく乾いた後に、前の塗面を溶かしてしまわないように、注意して塗装だ。筆の圧力がかかりすぎたり、時間をかけすぎると、すぐに溶け出すので要注意です。画面の方も基本は同じです。こっちは、よりでこぼこしているから、気をつけないと、思わぬところが持ってかれるな。しかもムラがわかりやすい色なので、上面以上に気を使わないといけないです。2回目の結果です。今回は、キットが小さいこともあって、重ね塗りの回数も少なくて済むかもな。そうですね、このサーフェイサー部分が、きちんと着色したかが目安です。背面もそれが仕様になりそうだ。トツモールド修復部分ですね。3回目の塗装です。上面のこの緑は、なるべく広めに塗っておきたいところだな。はい、マスキングして重ね塗るときに、こちらの色が足りないと困ります。上面の緑は、ムラがあまり気にならないけど、こっちは、かなり厳しいな。目安のサーフェイサー以前に、まだまだ緑っぽいですからね。はい、その結果になりますが、やはり緑の方は、それなりに完成に近づきつつあります。画面は、かなり発色してきたとはいえ、まだまだかかりそうだな。白に近しい色なので、致し方ない部分もあります。上面の緑は、4回目でラストにしたいところです。さっきの結果を見る感じでは、十分に可能性があるな。画面側も丁寧な塗りを心がければ、いつもみたいな十数回とかにはならない気がするな。とにかく塗面の破壊には気をつけます。4回目の結果です。上面の方は、ひとまず良さそうだ。4回で終わるパターンというのは、なかなかないですね。画面の方は、もう少し継続が必要ですね。まあ、予想はできていたことだな。少し飛んで、7回目の塗装です。これは、かなりムラを駆逐できている感じだな。結果も問題なさそうです。主翼の部分とか広い部分に、少しだけムラが見えてるかな。構造物の周辺で筆が届きにくいところも、ちょっと不十分なところはあります。そういうところに絞って、最後手直しをしておきたいと思います。これで、機体下面の塗装も完成だな。機
体上面に戻りましょう。マスキングしたんだな。機体が小さい分、マスキングは手間取りました。テープが小さくなってくると、きちんと付着しているか心配になるものな。テープの下に染み出さないか若干心配です。結構念入りにチェックしたから大丈夫だろう。曲面部分は、若干心配が残るんですよね。しかし、その結果は、塗装完了して、テープを剥がさないことにはわからないので、信じて進めるだけですね。重ね塗りスタートだな。少し飛ばして3回目の塗装です。こっちの濃い方は、ミスターカラーの18番だったな。RLM70 ブラックグリーンです。ダークグリーンの方と同じように、しっかり発色してくれそうな色ではあるな。結果的にもそのように見えます。次で決着かな。次か、その次には決めたいところです。結局のところ4回目では決着できず、5回目までも連れ込みました。プラの色が明るめだから、黒に近い RLM70 だと、ちょっとムラが目立ったな。5回目の結果です。これなら、まず持って問題ないでしょう。さて、テープを剥がしてみたいと思います。緊張の一瞬だな。やはりテープの境目のところで、染み出してしまっている部分があるようだ。致し方ありません。ここも含めて、全体的に修正していきましょう。機体上面と仮面の境界に、サイドマスキングを施した上で、はみ出してしまった部分や、塗装が不足している部分を、リタッチしていきたいと思います。塗料が多めに染み出したところなんかは、多少サンドペーパーで削ってやった方がいいかもな。機体における最後の塗装です。エンジンポットの排気管部分だな。ここもマスキングした上で塗装します。まずは、艶消し黒だな。その上で、排気管自体は、焼き鉄色で塗装します。はみ出しの危険性を考えて、マスキングはそのままキープしてるな。本体色側に万一でもはみ出さないようにですね。本体塗装が一通り完了しましたから、デカール針へ移りましょう。その前に下準備だ。あらかじめデカールにクリアーを塗装しておきます。デカール崩壊防止の措置だな。まずは、国籍マークから行きましょう。主翼の上側のやつだな。水に浮かべてみた感じでは、特に違和感なしです。後で、クリアでコーティングしてないところを、試しで水につけてみたが、それも問題なかった。デカールの痛みは、それほどなかったってことですね。国籍マークの貼り付け箇所を特定して、貼り付けだ。平坦な場所ですし、特に難易度が高いとかもありませんね。今回、スケールが小さいため、デカールのボリュームも少ないです。第二次大戦期の機体は、比較的少ないけど、今回は、それよりさらに少ないもんな。その代わり、どれも替えの効かないものなので、失敗したら完全に致命傷となるので、緊張感はあります。最悪、自作か手書きだな。そういった事故も幸い発生せず、墨入れ工程に入りました。オーモールドについては、タミヤ墨入れ塗料の黒を使っていきます。そして、機体仮面については、マルチグレーだな。仮面は、明るい色なので、マイルドにしておきたいです。凸モールド部分には、ミスター、ウェザリングカラーを使います。最後に余分な墨入れ塗料を落としていけば、機体の作業は完了だな。はい、各種部品の方に移りましょう。ここで、問題を発見してしまいました。これは、キャノピーのクリアパーツだな。派手に欠けてしまってます。取り扱いが雑だからだ。初めから欠けていたようです。とりあえず、溶かしたランナーで埋めてみました。ここから削って磨く方向だな。なんとかキャノピーの問題も形になりました。完璧な透明にはならなかったが、仕方ないな。どう修復するのが良い方法なんでしょうか。難しいところです。まずは、プロペラです。艶消し黒だから、これは余裕だな。あまり困るポイントは見受けられないです。爆弾は、機体上面のダークグリーンで塗装です。これも、それほど課題があるわけじゃないな。逆にギア周りは、事情が少し違うかもしれません。何せ小さいからな。紙筆の面相筆、小、を使って、慎重に塗り分けていきます。
メインギアの方は、どうなんだ？こちらは、ビリンに比べて少し大きいので問題ないです。せいぜい、他の機体のノーズギアあたりの大きさです。他に塗り分けといえば、メインギアの支柱などもそうですが、これもまた、そんなに苦戦することはないですね。それほど入り組んでないからな。当初塗りにくいかもな、と思っていた、エンジンポットもしかりです。じゃあ、全部楽勝じゃないか。いや、キャノピーが残っています。これは、小さくなった分、マスキングが大変でした。染み出しの可能性も高くなってくるからな。横方向が終わったら、縦方向です。これもまた細かいな。大きさは半分になりましたが、手間は倍になった感覚です。今回のパーツの作業は、キャノピーに始まって、キャノピーに終わるって感じだ。塗装の結果は、この通りです。ギアのカバーは、切り離したのか。はい、開けた状態にするため切り離しました。さて、それでは、これを組み付けていきましょう。小さい分、少し苦戦するかもしれないな。まず、ギア類を取り付けたいと思います。差し込む穴の大きさは、本体組み付け前に確認しているから、特に問題ないな。爆弾も穴に差し込む形式ですけど、同じく問題ありませんね。エンジンポットとプロペラです。ここは、本体を組み上げた後、削りと調整が不十分だったので、少し手がかかりました。最後にキャノピーを取り付ければ、完成です。重心やポールが付属しているから慎重にな。ユンカース JU88A4、完成です。スケールが小さいから、ささっと作れるかなと思ったが、意外なトラブルにも見舞われて、結局1ヶ月はかかったな。工程が劇的に減ってるというより、一つ一つの作業時間が短縮されてるイメージです。期間はなかなか減らないですね。改めて大きさを確認してみると、ご覧の通り手のひらサイズです。飾るところに悩まなくて済むかもしれないな。仮面は、ご覧の通り、造形的にスケール感にマッチしていて、バランスが取れているというのが印象です。あんまり細かいのは、超クローと向けキットだろうな。コックピット周りにクローズアップすると、ちょっと荒が目立つかもしれません。ここをきっちり修正する気力はなかったな。初めて144分の1スケールを作ってみましたが、作る時間があまり取れない場合は、良い選択肢の一つと思います。大きなスケールだと、これの 4、5 倍の時間がかかる可能性があるからな。今回は、行きつけのプラモ屋にあった、144分の1スケールのキットからチョイスしましたが、いかがでしたでしょうか？もっと、細かな作業が必要な難しいキットがあれば、ちょっと挑戦してみたいところです。それでは、長い時間のご視聴、ありがとうございました。また次回、よろしくお願いいたします。